マルボロ軍はアメリカ合衆国サウスカロライナ州の北東隅に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は28,933人であり、2000年の28,818人から0.4%増加した。軍庁所在地はベネッツビル市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ベネッツビル市にあるマルボロ軍庁舎。 マルボロ軍となった地域には数千年の間先住民族が移り変わり住んでいた。ヨーロッパ人と遭遇した時の部族は PD 族だった。この地域に最初に入ったヨーロッパ人はペンシルベニアから南に移ってきたウェールズ出身の人々だった。1737年最初の開拓地を設立しウェルシュネックと名付けた。 1785年3月12日、衆議会の法によって、マルボロ軍が設立された。軍名は、初代マールバラ公爵ジョン・チャーチルにちなんで名付けられた。最初の軍庁舎は、カーライルと呼ばれる村のクルックとクリークの北、グレート・ピーディー側の近くに建てられた。軍庁舎を、軍の中心に近い場所に移そうという動きがあり、衆議会が1819年に、 ベネッツビルを作って新しい軍庁所在地とした。ロバート・ミルズが軍庁舎を設計し、建築案に選ばれた。建設は1820年に始まり、1824年に完成した。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は485平方マイルであり、このうち陸地480平方マイル。 水域は6平方マイルで、水域率は1.15%である。空港人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。マルボロ軍はソリッドサウスに属し、1924年には100%民主党に投票するなど民主党が圧倒的に強かった。過去50年間も民主党が強かったが、 1972年、アメリカ合衆国大統領選挙では、マルボル軍を含む、州内全軍を共和党のリチャード・ニクソンが制した。最近でも民主党は強く、2008年、アメリカ合衆国大統領選挙では、バラク・オバマが62.4%を獲得した。1992年から2004年の選挙でも、民主党候補者が58%以上を獲得してきた。 ありがとうございます。